皆さんごきげんよう。腐ったメガネはお嫌いですか？この番組は BLCD を3000枚聞いた BLCD ソムリエの篠先生による BLCD 好き、 BLCD に興味はある、 BLCD の世界に引き込みたい人に向けた BLCD 勉強番組です。今日も篠先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、気楽に聞けるラブラブな感じのお話をね、いいかなと思って持ってきました。それでまいちゃんからのリクエストが田丸敦さんの、はい、聞きたいなっていうことだったので、田丸さんが受けをやってらっしゃるカップルのお話になります。作品名、好物は一番最後に腹の中です。2枚組で3カップルのお話が入ってるのね、うん、その中の一つのカップルが古川誠さん、はい、攻めで田丸敦さんが受け、モデルと芸能事務所のマネージャーのお話なんだけど、まずこのお話の中の世界観がちょっと普通の世界じゃなくって、うん、みんな猫を祖先にして進化を遂げた人間たちが生活している世界で、その世界の中ではオスもメスも区別なくみんな子供を産むことができる世界。へえ、便利ですねだから今日聞いてもらう田丸さん、マネージャー役なんだけど、田丸さんも子供を産んだことがある。え、もうすでに、はい、過去に。でここなんだけど、一応設定としては、古川さんのやってる役、滝波蓮太郎くんっていうモデルだけど、うん、まあ、結構まだね若い男の子ね。で田丸さんは B1 マネージャーでもう30、自分で中年って言っちゃうような年、超年の差カップルです。なんか、うん、産んだらごめんちょっと確認なんですけど、はい、なんか人間は産んだら、うん、まあ、それこそ20歳ぐらいまで面倒見るわけじゃないですか、そうではなく、なんか猫のように半年ぐらいで一人前になるみたいな感じ、はい、半年とは言わないけど成長めちゃめちゃ早いです、やっぱ猫を、うん、ああなるほど、あーなんかそれを聞いて安心しましたもう今頭の中はキャッツの猫がこう動いてますけど、そうじゃないんでしょうけど、うん、もう完全にキャッツが上映されてますね多分聞いてもらえば、まあ、BL ファンタジーとして気楽に楽しめる作品だと思うので、もう早速聞いてもらいましょう。今日聞いてもらうのは、好物は一番最後に腹の中の2枚目のトラック1と2ですね。面白いですね、トラックの名前キャットって言うんですね。うん、さて、私のご準備をお願いします。ご準備よろしいですかはい、ご準備しました。それではレディーゴー。ダメだよ、ダメダメ、それはダメだよ、今の笑い方はダメだよ、どの条例に引っかかるママ能力の会話はないですよ2円かくるする1、2、違う違うか、え、なるほど、そうか、さあ、くるするBL にはオメガバースやセクピス、獣人など特殊な進化を遂げた人類のお話がいろいろありますが、この作品もそんなファンタジーな進化をした人類のお話。男も女もみんな子供が産めるというオメガバースにも近い世界観の中で、猫から進化して猫耳&尻尾を持った人類が猫の本能を色濃く残した恋愛模様を繰り広げる。シリーズ第1巻のこの CD は3つのカップルのお話が収録されていて、このお話自体はどれもカップル成立までの日常を描いたほんわかしたものだけど、大きな軸に男性妊娠がテーマとして関わってくるので、苦手な方は要注意です。猫耳と猫尻尾、時々出てくるニャーという語尾、性別部門で妊娠可能な世界観が受け入れられる方は楽しめると思います。3カップルのうち今回取り上げたのは、モデルの蓮太郎くんとマネージャー米倉の親子以上に年の離れた超年の差カップル。発売当時、田丸敦さんがバツイチ子持ちの中年役って驚いたんですが、優しくてほのかに幸薄そうな田丸さんの柔らかいお声が米倉の溢れる母性にバッチリハマって、厳しいセリフでも愛の深さを感じるような慈愛に満ちた癒し系お母さん、そしてフェロモンで蓮太郎を誘惑する様はまさに美熟女。初めてのエッチで自ら蓮太郎に乗ったり手ほどきをするシーンはさながら熟女もの AV のようです。米倉の理性と本能をうまく行き来してお芝居を演じられています。他の BLCD では学生役が多い田丸さんの新たな一面が楽しめるキャスティングです。蓮太郎くん役は古川誠さんがフリートークに近い感じの中央域の声で演じてらっしゃいます。子供まで産んでいる米倉の達観した熟女感とは対照的に、恋愛に慣れていない擦れてなさ、切羽詰まった焦りがダダ漏れの童貞臭さがたまらなくいい。恋愛慣れした大人な古川さんも素敵ですが、翻弄される側の古川さんもお芝居の幅を感じられてすごく素敵です。蓮太郎はフェロモンの下り以外はあまり猫要素が見えないけれど、
米倉との地獄もう一度したいって甘える時のニャウンニャッとお聞き逃しなく、この CD に収録の他2組のカップルのお話もほんわかした日常の恋愛話で聞きやすく、お菊さんや三宅さんというお芝居の達者な方々が受け役をリードしながら手の上でコロコロするような攻め様の演技を聞くことができます。3カップルの間の取り方や息遣い、色気の出し方の違い、掛け合いなどのお芝居を聞き比べるのも楽しみ方の一つかなと思います。うわぁ、熟女のやつや。それは熟女のやつやな。一番は熟女。そうだ、熟女ヒーヒー言いましたで、ね、うーん、何だろうはい、なるほど、温かい気持ち、そしてちょっと笑えますね、これコロハルさん、可愛かったな、ママミが。ママミってか、ママでしたね。うん、春川さんって前に受けやってたじゃないですか、新妻くんと荒尾くんですね、はい、同じ作者さんですけど、はい、うん、の時の、うん、あのこうちょっと変人というか、ピキャーちょっと変わった感じというか、可愛らしくってちょっと、まあ、変態じゃないけど、うん、ストーカーチックな子をやってたじゃないですか、うん、そっから打って変わって健全な青少年、めっちゃモデル業頑張りますみたいな、だから一瞬え誰だ誰だって思ってたら、うん、篠先生がって言われてたから、あ、そうなんだと思って、意外、なんかびっくり。タマルさんってすごいですね、ずっとタマルさんじゃんって感じもう最初から最後まで包容力の塊、うん、ぶれなかったね、うん、ずっとママ、うん、まあ、マネージャーと、まあ、そのタレントさんなり、うん、モデルさんなりってちゃんと面倒を見る人っていう立ち位置になっちゃうじゃないですか、うん、どうしても、うん、でその人に対してなんか愛情とか執着を感じるっていうのも分かるんですよ、うん、分かるんですけど、一番最初にこの設定だとなんかいい匂いすんなってフェロモン感じるとこから始まってるじゃないですか、うんうん、最初はよくしてもらってる、まあ、スパルタで厳しいけど優しいなっていうのを感じてて、なんかママミですよね、ママミを感じてた人からフェロモンを感じておっとっていうところでようやくストーリーが動くわけじゃないですか、うん、そのフェロモンが出る設定がなかったら、うん、ずっとお母さんみたいな立ち位置で言ってた可能性もあるわけですよ、恋愛対象として意識をしてなかった可能性だよね、うん、フェロモン出てよかったねってよく言ってましたけど、なんか年だから出ちゃってるのかもしれないみたいな、なんかそんなもんなのみたいななんかそんな、なんかあれだろう、言ったらあれだけどおしっこみたいな息子がこの後多分出てくるんですよね、そう、別のカップリングで出てくるんですね、出てくるね、だから出てきた時にえ、名前同じじゃんと思って、あ、子供って言ったらしのさん何にも言わないから誰も教えてくれないこの人誰ってなりましたけど、のちかくんね、その子供どれぐらいの年齢なんですかね、レンタロウより上、レンタロウくんまだ学生じゃん、なおちかくんはもう働いてるから、え、じゃあ自分の子供より若い人と結婚、そう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 、すっごいですね、まあ確かにそれは勇気がいるかもしれないですね、うん、本当にさ、2人の濡れ場の、はい、あれはなんだろうキャーっていう感じより、なんかハハ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 の前は自分なんて年も行ってるしみたいな感じだったのを、いざやりますって時に突然そのよその若いのには負けないみたいな、やる気スイッチ入っちゃうマジかと思って、俺の知っとる熟女やんけと思いました、想像する熟女のイメージの通りな気がする、本当に、あの途中で笑ってたのは意味があって、効果音が多分肉と肉がぶつかるパンっていう音がなんか明るさまに入っててなんかすごい分かる分かる分かる、なんか笑っちゃって、うん、音としてはまあそれが正解なんだろうけど、あんまりそういうのなくないですか、いつも、うん、なんかどっちかっていうとぐちゃぐちゃしてる感じ、うん、水音の方が多かったけど、パンパンパン音が強かったよね、すごい作品だなって思いましたね、よくよくこれを演じきれたなっていう、うんうん、かっこよさすら感じる、この感じで聞けるんだったら他のカップリングもなんか良さげですよね、うん、でなんかまた近しいところのカップリングなわけじゃないですか、でさらにこれのね CD この後も2枚3枚出てるんだけど、うんうん、それは今度は子供の話とか、やっぱ生まれるんだ、生まれる生まれる、子供世代の話もあるってことですね、
鶴澤津多子先生ってさ、はい、新妻くんと荒尾くんの、はい、まあ、作者の方じゃないですか。あっちもなんか匂いフェチな話だったじゃん。あー、はい、うん、でこれもフェロモンの匂いに惹かれてみたいなのあったから、匂い好きなんだろうなって思いながら聞いてるご本人も匂いフェチなのかなみたいな。いやー、熟女でしたね、田丸さんね。いい熟女。そうですね、悪い熟女ではない。いい熟女。悪い熟女ってどこにいるんだろうって思いますけどその手玉にとってっていう感じではないですね。ゴロゴロしちゃって若い子もね、そう、こんなおばさんでいいのって言いそうなおじさんっぽくはない、うん、田丸さんのこの声質で、うん、その年齢層の役をやるってなかなかですよね。よ、すごいことですよね。いけちゃうんだって思いましたけど、神様的なものとかじゃない限りはさ、何千歳とかじゃない限りはきっと、うん、一人知ってるのがおりますなですな出てる出てる。でも可愛い、そうですね、可愛い中年でした。なんか、うん、田丸さんって変わらず田丸さんですね、うん、いいですね、うん、嬉しかった。安定感あるよね、お芝居に。星野先生ありがとうございました。ありがとうございました。田丸さん超良かったです。それでは皆さん、ごきげんよう。